シェーンバルトは日本の競走馬である。馬名はドイツ語で美しい森という意味である。募集総額2000万円で募集口数は40口、一口価格50万円で設定された。5月頃に岡田稲尾急舎へ入厩し、7月13日に行われたメイクデビュー函館がデビュー戦となり、以降主戦騎手となる北村智和が騎乗してレースに出走したが、 首差で敗れて2着だった。レース後は短期放牧を挟み9月6日の未勝利戦に出走し、デビュー2戦目で初勝利を挙げた。レース後は再び短期放牧を挟み、札幌2歳ステークスに出走登録を行ったが、当時500万下クラスだったため6等中2等出走の抽選対象となり、その結果落選により除外された。 そのため目標を変更し、デイリーハイ2歳ステークスに出走することになった。レースでは、道中中段のうちを追走し、最後の直線でゴール前で粘る北高気温を首差で捉えて、重傷競争初挑戦で、初勝利を挙げた。勝ちタイムの1分33秒3は2歳、コースレコードを記録し、この勝利は、安城の北村智和と、岡田稲尾球にとっても、 重傷競争初勝利となった。実走朝日杯フューチュリティステークスは後方から進出するも7着に敗れた。2009年は2月8日の共同通信杯から始動したが5着に敗れた。実走はトライアルを使わずに本番のサツキ賞に出走。15番人気と低評価だったが後方から鋭く伸びて4着に入った。続く。 東京優春では、最後方から、最後の直線で伸びてくるものの6着だった。その後、小馬との初対戦となった札幌記念では、後方集団から徐々に進出するも、最後の直線で失速し10着に終わった。続く、神戸新聞杯では、後方から追い上げてくるものの7着に敗れた。そして、本番の菊花賞では、先行集団でレースを進めるも、 直線で一杯になり発着に敗れた。その後、12月5日のナルオ記念に出走したが、見せ場なく9着に終わった。2010年は1月5日の中山金杯から始動。交渉面で仕掛け、3コーナーから先頭に並びかけたが、最後の直線で伸びあぐねて5着に終わった。続く2月6日の白富士ステークスでは、東昇ウェーブの2着と、交渉した。 続く3月7日の大阪城ステークスでは一番人気に押されたが、マヤのライジンの三着に敗れた。4月4日の大阪杯では、最後方から追い上げも伸びず八着に終わった。5月9日の当時ステークスでは、後一位相も伸びあぐねて七着に敗れた。その後、準オープンに降格となり7月4日の五両角ステークスではスタートから花を奪い逃げるも、直線で、 後続場に捕まり4着に敗れた。7月31日のイサリビステークスでは、後方から追い込んで3着と、抗争した。8月21日のマレーシアカップでは3番人気に、支持され、レースでは、最後方追走も、直線では全く伸びず14着と大敗した。二千十一年三月五日のスピカステークスから、始動中段から追い上げるも三着。 続く3月19日の田島ステークスは、見せ場なく14着。4月3日の南馬ステークスでは、道中中断を追走するが伸びあぐねて6着。5月8日の未来賞では10着、紫賞では8着に終わった。ストークステークスでは、後方からまくっていったが直線では全く伸びず12着と、大敗した。ジュライステークスでは、中断でかかってしまい12着。 清水ステークスでは、後方から追い上げるも6着。ノベンバーステークスでは、見せ場なく11着に終わった。12月4日の2011、ゴールデンホイップトロフィーでは、後方から追い上げてくるものの5着だった。2012年4月21日のオーストラリアトロフィーから、始動中断から伸びてくるものの4着だった。続く、ストークステークスは、 集団から追い上げるも5着。新潟日放賞は、見せ場なく11着に終わった。修学院ステークスは、後方のまま6着に敗れた。3月2日に障害未勝利戦に出走もいいところ、なく7着に敗れた。続く障害未勝利では、飛び越し時につまずいて落馬。平地に戻って、関ヶ原ステークス17着を最後に、7月17日付で、 競争場登録を抹消された。その後は、加古川市の大浦牧場ライディングクラブで乗馬となる。愛媛国体の青年女子、二段階、障害飛び越し競技に競争場の時のままの登録名で出場。思えだ優勝記場で、原点例、31秒46のタイムで優勝した。ありがとうございます。